一旦そこ出ないといけないじゃん。じゃあ行ってみましょう。行こうか。これも職人だ。求めていいんかいな。パパの会の。わかる。駐車場があるよ、こっちに。洋食のお店やって。帰りに見る。帰りに暗くなる前に。ここ？マジで？あの道通るんだから。マジで？200時ぐらいから株はおる。うわいい音。はい。わあすごい。綺麗。風がきついです。すごいね。砂浜の砂がすげえ綺麗よ。すごいね。ここいいとこやわ。隠れビーチスポット。あんまり人もいないからね、おすすめです。あの星の砂みたいな感じ。ほら、粒子があの荒いっていうか、砂すごいよこれ、サラサラよ。いい感じ。サラサラ。そう。そうなんだよ。行こう。こっちやってくるよ。怖いな。ギリギリ危ない。ああすごい柔らかすぎて歩きにくいね。そうやね。うわすごい綺麗ね。めちゃくちゃ綺麗だ。砂浜すごいね。誰も歩いてないから。うん、ここすごいよ。何引いたと一緒に動くよ。ダッシュして帰ってくる。これ今引いて、じゃあ瞬間に行く。これ痛いみたいな。今引いたからこの感じ。壁やろ。壁やった？あ、そう。トンネルになってない。なってない。いやでもここも住ないから全然探さないから今すごい綺麗ね。日本やね。うわサラサラ。ジンバル効果で揺れない。せめて走ってたよ。これこけるんでしょ。お約束や。そうわーとか言うてこけるの。こけたらあかん。そんなん言うたらあかん。なんかもうやれってことや。でびちょびちょになって帰る。こけろっていうことを言うてるみたいや。押すなよ押すなよって。はーい言うて。
あー、ごめん。ちょっと頭を、いや、頭をよぎって。こけるなよって言われて、こけたらあかんよって言われて。こけろって意味かな。出入りできるとき楽しかったね。楽しかったね。楽しかった、楽しんでいただきましょう。楽しかった。風もすごい中遊びました。髪の毛もボサボサ。砂がすごいでかいです。すごいよね、坂道。あ、手すできたかも。ダイビング後の顔みたい。そんなしんどくないよ。こういう穴ってなんかいるのかな。ヘビがいいの。ヘビとかなんかいるの。穴とかこういうとこや。要は泣いてるよね。うん、お塩入れたらピュッて飛んでくるんちゃう。それ貝やろ。塩干狩りの。そうそうそう。陸上部やのに。いいえ、10年現役引退陸上部ですよ。そこ見に行くの。うん、なんか見に。でもここ来ても朝ごはんここやからな。違う方がいいかな。ほんまやね。またプールついてるな、お庭で。こっちから入れんのかな。階段で上がれるらしい。ダフオンリーって書いてた。ドアが閉まります。4時熟語橋渡ってきてんすか。すごいね。ここが長い。伊良部大橋。ちょっともう雲かかって見えへんな。ちょっとあのこんもりしてるところだけしか見えない。でも前場はもう綺麗かったけど、こっちの方がもっと綺麗かった。砂はすごかったもん。それ
レベートビーチみたいな、うん、めちゃくちゃ綺麗な、人も少ないしね、うん、するならいいチャンスやな。風切ってよ、あの人たちが出国者行きますか。下入れるの。下も入れる。